金銭クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日はセルゲイ・プロコフィエフをご紹介します。プロコフィエフは幼い頃から神童といえる才能を発揮した近代の作曲家です。現在のウクライナ、当時のロシア帝国に生まれ、アメリカ・パリ滞在を経てソビエトへ帰国しました。今回は著作権・著作隣接権の関係で一部の楽曲のみとなりますが、プロコフィエフの名曲をお聴きいただきながら、プロコフィエフの人生をご紹介します。ぜひチャンネル登録をして最後までご覧ください。プロコフィエフは1891年、現在のウクライナ、当時のロシア帝国のソンツォフカという村に生まれました。プロコフィエフの家にはピアノやチター、アリストンといったさまざまな楽器がありました。プロコフィエフは4歳頃から母の手ほどきによってピアノを始めます。5歳でピアノ曲、9歳ではオペラを作曲し、母を驚かせたそうです。プロコフィエフが本格的に音楽の道を進むことになったのは10歳の時でした。両親と共にモスクワへ行ったプロコフィエフは、モスクワ音楽院の教授タネーエフの前で自作曲を披露することになりました。タネーエフはロシアの巨匠チャイコフスキーの弟子でもあり、ラフマニノフやスクリャービン、グラズノフといったロシアの名だたる大作曲家たちの師匠でもありました。タネーエフはプロコフィエフの才能を認め、モスクワ音楽院を卒業したグリエールをプロコフィエフの住むソンツォフカ村まで派遣します。グリエールの下で作曲とピアノを教わったプロコフィエフは12歳の冬、ペテルブルクである人物に出会います。タネーエフの弟子の作曲家で、ペテルブルク音楽院の院長でもあったグラズノフです。グラズノフはプロコフィエフの自作曲を見ると、プロコフィエフの両親のもとへ向かい、プロコフィエフを音楽院に入学させるべきだと強く説得しました。こうしてプロコフィエフは母と共にペテルブルクへ引っ越し、わずか13歳という若さでペテルブルク音楽院の作曲家へ入学します。しかし音楽院に入学したプロコフィエフは教授たちを悩ませました。厳格に和声を教えようとしたリャードフに対しては、毎回その教えを無視して課題を提出し、当時のロシア最高峰の作曲家の一人で最も有名な教授でもあったリムスキー・コルサコフに対してはことごとくバカにした態度をとっていたようです。これにはプロコフィエフを見出したグラズノフも頭を抱えたそうです。しかしプロコフィエフの音楽の実力は本物でした。音楽院に通いながらもプロコフィエフは作曲家として注目を集めます。17歳で国内外の音楽を紹介するコンサート、現代音楽の夕べで若手作曲家として自作曲を披露すると、新聞にも批評が掲載されるほどの予想外の成功を収めます。その翌年プロコフィエフは音楽院の作曲家を卒業しますが、並行して学んでいたピアノ科には引き続き在籍し、チャイコフスキーやピアノの魔術師リストラからも称賛されたピアニストエシポバのクラスで学ぶようになります。しかしここでもプロコフィエフは反抗的で、課題曲のモーツァルトやショパンの作品に勝手に音を加えて演奏するだけでなく、エシポバは生徒の個性を潰していると悪意ある噂を流す始末でした。いい意味でも悪い意味でもプロコフィエフは注目を集める音楽家でした。学内の女性合唱団の指導も任されていたプロコフィエフは、自作の楽曲を合唱団に歌わせ、生徒たちからはとても評判がよく、マエストロと呼ばれていました。女子学生からの人気も高かったようです。そんなプロコフィエフが19歳の時、悲しい出来事がありました。父を癌で亡くしてしまったのです。
さらにその半月後には、出版を狙ってロシア音楽出版に送っていた楽譜が審査落ちで返送されてしまいます。プロコフィエフはその楽譜に多くの修正を施し、タネーエフの推薦状もつけて、今度はロシア最大の音楽出版社ユルゲンソンに楽譜を送りますが、こちらもあえなく返送されてしまうのです。しかしこれで諦めるプロコフィエフではありませんでした。すぐに音楽学者オッソフスキーからの紹介状を手にし、20歳でモスクワのユルゲンソン社を訪ね、直接出版の交渉へ行ったのです。結果少額ではありましたが、見事出版契約にこぎつけました。こうして作曲家としての第一歩を踏み出したプロコフィエフは21歳の年、こちらのピアノ協奏曲第1番を初演します。23歳になる年、プロコフィエフはユルゲンソン社にこの作品の楽譜印刷を依頼し、なんと音楽院のピアノ科の卒業試験で披露したのです。ピアノ科の卒業演奏で自作の曲を演奏するというのは前代未聞のことでしたが、僅差ではあったものの、プロコフィエフに一等賞とアントン・ルビンシュテイン賞が贈られ、賞品のピアノも手にしたのです。プロコフィエフの母は息子の一等賞を喜び、ロンドン旅行の旅費を工面してくれました。プロコフィエフは旅行先のロンドンで重要な人物に出会います。ロシア出身の天才プロデューサー、ディアギレフでした。ディアギレフはロシアの作曲家ストラヴィンスキーを無名の頃に見出し、火の鳥を書かせ一躍有名作曲家にした人物で、ディアギレフの手にかかれば音楽家も画家もダンサーも皆名声を手にすると言われた希代の名プロデューサーでした。ディアギレフはプロコフィエフの演奏するピアノ協奏曲第2番を聴き、プロコフィエフの才能を認め、劇場に勉強に来るよう招待してくれました。そこではストラヴィンスキーの火の鳥やペトリューシュカ、ラヴェルのダフニスとクロエ、リヒャルト・シュトラウスのヨゼフ伝説など数々の傑作が上演されていて、プロコフィエフはすぐに夢中になったそうです。そしてプロコフィエフがロンドンからロシアへ帰る際、ディアギレフはバレエ作品の作曲を依頼します。23歳のプロコフィエフは喜び勇んで故郷に帰りますが、その頃ロシアは大きな変革期を迎えていました。オーストリア大公夫妻がセルビアの青年によって暗殺されたサラエボ事件をきっかけに、ロシアも第一次世界大戦にまさに突入するというところだったのです。
翌年戦時中の危険な中、プロコフィエフはディアギレフに呼ばれてローマへ行きました。依頼されていたバレエ作品を見せますが、結果は不採用。しかしディアギレフはプロコフィエフを見捨てず、そのままミラノに連れて行き、作曲家のストラヴィンスキーをスイスから呼び寄せ、一緒に新作のテーマを探してくれたのです。そしてディアギレフはプロコフィエフと3000ルーブルの新作契約も結んでくれました。ちょうどこの頃にプロコフィエフが取り掛かっていたのが、こちらのバイオリン協奏曲第1番です。しかし祖国ロシアの状況は戦争によって急激に悪化していました。敵国となったオーストリア的な発音を避け、ペトログラードと呼ばれるようになった首都では、食料不足や物価の高騰で多くの人々が苦しみ、ついに1917年、ロシア暦の2月に民衆のデモとストライキに端を発した2月革命が勃発。この動きはペトログラード内で急速に拡大します。その結果、ロシア皇帝が退位するまでになり、共和制が始まりますが、そこからも内乱が続きます。戦争続行を主張するロシア臨時政府と講和を目指すソビエトが対立し、亡命していた指導者レーニンがロシアへ戻り、10月革命によってソビエト政権を樹立。そしてさらにそのソビエト政権に反対する勢力が蜂起するばかりか、外国までこの内乱に干渉し、シベリア出兵が強行されるという異常事態になったのです。戦争の混乱の中、27歳を目前にしたプロコフィエフは1週間で4曲もの新作を公開します。その中の一つがこちらの古典交響曲です。どの作品も高い評価を得ましたが、この頃にはプロコフィエフは音楽を楽しむ余裕のなくなっているロシアを離れる決心をしていました。翌月、プロコフィエフはまずは日本へ向かい、2ヶ月ほど滞在した後、ホノルル、バンクーバーを経由してアメリカ、ニューヨークへ到着します。生活のために曲をいくつか書きますが、売れ行きは厳しく、プロコフィエフは極貧生活を送っていました。しかし友人たちが資金集めをしてくれたおかげで、この年プロコフィエフはエオリアンホールでリサイタルを開催することができました。新聞には批判的な記事があったものの、おおむね好評だったようです。その後プロコフィエフはすぐにシカゴ交響楽団に呼ばれ、自作曲を共演。その3日後にはニューヨークにロシア交響楽協会を設立したアルト・シュラーともカーネギーホールで自作曲の共演を果たします。
しかしプロコフィエフには気がかりがありました。内乱が深刻化しているロシアに母を残してきたことでした。29歳のプロコフィエフはストラビンスキーに仲介してもらいビザを取得します。そしてフランスで母との再会を果たしました。母は視力が落ち痩せていましたが、この時一緒に母を支えてくれた人物がいました。スペイン出身の歌手カロリーナ・コディーナ、通称リーナと呼ばれる女性です。リーナはカーネギーホールのプロコフィエフのコンサートに訪れており、そこから2人は交際を始めていたのです。プロコフィエフには他にも親しい女性がいたようですが、結婚を望んでいたリーナはプロコフィエフの母の面倒も献身的に見てくれたそうです。そしてこの3年後、プロコフィエフが32歳の時、リーナの妊娠が分かり、2人は結婚します。アメリカ時代、プロコフィエフはバレエ道化師、ピアノ協奏曲第3番、オペラ3つのオレンジへの恋、そしてオペラ炎の天使など数々の名作を生み出しています。この動画では紹介できませんが、どれも素晴らしい作品なので、ぜひ聴いてみてください。プロコフィエフは32歳でディアギレフの活躍の場の一つとなっていたフランス・パリへ移住します。家には妻のリーナ、誕生したばかりの息子、そして病気の母がいました。暮らしは楽ではありませんでしたが、文化の中心地パリでの生活に胸を躍らせていました。しかしこの年の末、母は亡くなってしまい、さらに翌年34歳で初演した交響曲第2番は複雑で難解な作品であったことと、演奏を十分に仕上げられなかったことが原因で成功とはなりませんでした。ちょうどその頃、亡くなった指導者レーニンの死により再び名称を変更した首都レニングラードの音楽協会の使者がプロコフィエフを訪ねてきました。訪問の目的は帰国の勧誘でした。プロコフィエフの離れたロシアは今はソビエト社会主義共和国連邦として、ドイツとのみ国交を正常に保っている状態でした。ソ連に戻れば外国に自由に出国することも難しく、場合によっては反逆者として逮捕される可能性すらありました。プロコフィエフは使者に再出国の保証がなければソ連に帰ることはできないと告げます。しかし36歳になる年、プロコフィエフは初めてソ連に演奏旅行へ行きます。首都となったモスクワや古巣のペテルブルク音楽院で演奏を披露し、ロシア帝国から独立してソ連に加わった故郷ウクライナへも足を伸ばし、ウクライナ国立劇場との契約によるリサイタルもしました。プロコフィエフに対する歓迎は熱狂的でしたが、それでもプロコフィエフはパリでの生活を捨ててソビエトに帰ることはしませんでした。パリではディアギレフが率いる画家のピカソやマティス、デザイナーのシャネルらと最先端の芸術を追求できる可能性があったのです。しかしそれは突如終わりを告げました。プロコフィエフが38歳の時、ディアギレフが亡くなったのです。
ヤギレフの死によって突然ヨーロッパでのキャリアを見失ったプロコフィエフは、祖国ソビエトへの帰国を真剣に考え始めます。毎年のようにソビエトへ演奏旅行をし、42歳からはモスクワ音楽院の授業も担当し、43歳ではモスクワのボリショイ劇場とバレエ音楽の作曲契約も交わします。プロコフィエフの帰国を望むソビエトは、モスクワの南にある自然豊かな町ポレノボの別荘をプロコフィエフと家族に提供したのです。ソビエトから受けた待遇にプロコフィエフも家族も大喜びでした。そしてついにプロコフィエフはソビエト帰国を決意します。そしてこの頃プロコフィエフは子どもたちの教育のための作品を作曲していました。その作品はナレーターの朗読付きの音楽物語でした。プロコフィエフはこの作品を台本制作から作曲までわずか2週間で完成させます。それがこちらの子どものための音楽物語、ピーターと狼です。祖国に完全帰国したプロコフィエフは精力的に活動します。広大なソビエト内を演奏旅行で回ったり、アメリカやヨーロッパ各地も回りました。第1回ソビエト音楽祭ではプロコフィエフのための特別演奏会も用意され、プロコフィエフはソビエトを代表する作曲家となっていきました。しかしプロコフィエフの帰国後わずか2年ほどの間に、ソビエト内の状況は大きく変化していきました。レーニンの後継者となった最高指導者スターリンが大規模な政治弾圧を決行したのです。弾圧は大粛清と呼ばれ、多くの人々が強制収容所や刑務所へ送られたり殺害されるという異常事態でした。その犠牲者は数百万人以上とも言われています。こうしてソビエトは完全な独裁国家となっていくのです。この変化はプロコフィエフ夫妻の関係も悪化させました。祖国で生きることを選んだプロコフィエフとは異なり、スペイン出身の妻リーナは自由を求めていました。そんな時プロコフィエフにオペラの題材を持ち込んだ人物がいました。ミイラという若い女性詩人でした。プロコフィエフとミイラは共に仕事をするうちに愛し合うようになります。そして50歳を目前にしたプロコフィエフは離婚に応じてくれない妻リーナと別居し、ミイラと一緒に住み始めるのです。しかしこの幸せもつかの間でした。ドイツがソビエトへの攻撃を開始し、第二次世界大戦の凄惨な独ソ戦が始まったのです。モスクワは空襲に見舞われ、プロコフィエフは戦争の惨劇を目の当たりにします。プロコフィエフは芸術委員会から疎開を命じられ、ミイラと共にナリチクという町へ移ります。疎開により仕事は激減、生活に苦しいプロコフィエフに救いの手を差し伸べてくれたのが芸術委員会の議長テミル・カーノフでした。Thank you.
ミルカーノフはプロコフィエフに作曲の仕事も依頼してくれました。こうして作曲されたのがこちらの弦楽四重奏曲第2番です。しかしこの成地区にもドイツ軍は迫ってきました。3ヶ月ほどの滞在でプロコフィエフはトビリシの町に再度疎開させられたのです。その後間もなくドイツ軍は成地区を占領し、残って戦っていたテミルカーノフは捕らえられ射殺されてしまったのです。モスクワに戻った頃にはプロコフィエフは52歳になっていました。戦争はソビエトが優勢になっていました。プロコフィエフは音楽で国家に貢献したことを評価され、安全なアパートを用意されました。しかしこのアパートに移って2週間ほどした頃でした。演奏会後、階段の上で挨拶をしていたプロコフィエフは突然心臓に痛みを感じ倒れてしまいます。そしてそのまま階段を転げ落ち、頭を打って意識を失ってしまったのです。その後数ヶ月は思うように体も動かせませんでした。回復してからも作曲活動にはドクターストップがかかりましたが、プロコフィエフは医師の目を盗んで作曲に励みました。そうしているうちに第二次世界大戦は終結、ヨーロッパ各地で再び音楽が聞こえ始めます。プロコフィエフの作品もどんどん公開されていきました。バレエシンデレラがボリショイ劇場で初演され大成功。その後ヨーロッパ各地でも上演されます。プラハでオペラ修道院での婚約、レニングラードでオペラ戦争と平和、そしてこちらのバイオリンソナタ第1番も初演されます。Thank you.
数々の作品による功績が認められたプロコフィエフはスターリン賞第一席を受賞します。しかし幸せは長くは続きませんでした。56歳の時プロコフィエフは国家保安委員会に呼び出されます。国家保安委員会はプロコフィエフに、妻リーナとは外国で入籍しているためソビエトでは正式な結婚と認められないと告げます。そしてプロコフィエフに半ば強制的に書類にサインをさせ、ミイラと正式に結婚させたのです。これによって悲劇が起こります。前妻のリーナがスパイ容疑で逮捕されたのです。リーナがソビエトの認める芸術家プロコフィエフの妻ではなくなったため、国家が動いたのです。プロコフィエフはリーナの容疑を否定しますが、それは無駄でした。ソビエトに自由はありませんでした。プロコフィエフをはじめショスタコーヴィチやハチャトゥリアンらソビエトの音楽家たちは、党の顔色を伺いながら党を称える音楽を書かなければ安全でもいられなかったほどでした。プロコフィエフは病が進行する中も作曲を続けていましたが、生活はままならず、作曲時間も日に日に短くなっていきました。そして1953年3月5日、作曲に打ち込んだ日の夜8時、突然めまいと頭痛がプロコフィエフを襲います。脳出血でした。そしてそのままプロコフィエフは61年の人生に幕を下ろしたのです。くしくもプロコフィエフの亡くなったこの日、もう一人この世を去った人物がいました。ソビエトの最高指導者、スターリンでした。スターリンの逝去は国家を慟哭させ、スターリンのために街中の花が買い占められました。そしてプロコフィエフの棺にはもみの木の小枝だけが備えられたそうです。ここまでプロコフィエフの人生と名曲を紹介してきましたが、いかがでしたか？今日の動画をお楽しみいただけた方はぜひグッドボタンを押してください。感想はコメントでお待ちしています。今日ご紹介できなかった作品の中にもプロコフィエフにはたくさんの傑作があります。ぜひこの後プロコフィエフの曲をいくつか聴いてみてください。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、毎週金曜日の夜8時、クラシック音楽を楽しむ入り口になるような動画を配信しています。有名な作曲家の人生と代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、オーケストラ楽団演奏家コンサートホールの紹介や有名曲の解説などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして、一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ブラビー。